カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモイのフューラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、今日はですね11月の18日でございます、はいはい、どんな日なんでしょうか。はい、どんな日なんですね、はい、はい、今日は土木の日、うん、はい、うん、1879年明治12年に、はい、の今日ですね、11月18日に土木学会のルーツである工学科、はい、工学会ですね、うん、が設立された日となっております、はい、そしてまた土木と漢字で書くじゃないですか、はい、土木ね、土に木、はい、11ね、まずね、土11ね、はい、はい、で木バラすと11、10と8あでっていうのから、やるね分解されちゃいましたね、漢字が、はい、っていうことから、はい、今日が土木の日というふうにされております。これね、土木ってね、なんか割とね、みんなあんまりこう遠い話かなと思ったりするんですけど、僕らの生活で土木ってものすごく関係があって、うん、だって例えば道を作るっていうか、うん、あれも土木やから、うん、土木、うん、そうよ、あれは土木の世界の話、建築じゃないや、うん、建築って家を建てたりとかよ、うん、土木っていうのは要は道作ったり、うん、あの何、橋かけたりとか、うん、川を川幅広げたりとか、そういうのが土木の世界だから、うん、僕らの生活に実はものすごく密着してて、うん、あの僕らの生活をやるためには土木っていう分野がなければ成り立たないぐらいなんですよね、はい、なので、非常に大切な分野の日ということですね、今日ね、はい、今日から1週間が土木週間、はい、なってます。みんなに、はい、みんな道に感謝して歩いてます。はい、はい、そしてもう一つ、ミッキーマウスの誕生日、ほ、はい、ほほ、1928年、昭和3年の11月18日、うん、アメリカニューヨークのコロニー劇場で、うん、ミッキーマウスが登場する短編アニメーション、うん、蒸気船ウィリーが初めて公開されました。はい、上映時間は約7分、うん、でディズニーのトレードマークともいえるミッキーマウスが登場した記念すべき日となりました、うん、いやそうなんですよね、蒸気船ウィリーね、はい、はい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 、有名ですけども、11月18日だったんですね、公開日が誕生日、はい、で、うん、まあ、スクリーンデビューの日とも言われているそうで、初めて登場した日です ね、あのミッキーさんは会ったことありますか。会ったことあると思うんですけどね、うん、ディズニーランドには行ったことある。行ったことある。あ、ある、うん、で、あの並んであのほらグリーティングじゃないけど、あのほら、うん、ミッキーさんの家があって、家っていうか部屋か、行ったんかな、覚えてないな。俺はあのあれですよ、あの、新婚旅行で、新婚旅行でもないんだけど、本当は、うん、あの新婚旅行行けなかったから、うん、あの2年か3年経ってから、うん、あのじゃあこの日に行こうかっつって行って、うん、でもうミッキーさんと一緒に写真撮って、撮ってます。めっちゃ記念になりますよ ね、うん、うん、私も会ったことあります、うん、若い頃よくね、本当に、うん、なんかやっぱクリスマスとか、なんかそういうイベントごとの時ってめちゃめちゃお客さんじゃないですか、ね、ね、だけど私たち友達同士でクリスマスが終わりました、うん、でそっから行ってカウントダウンまでに帰ってくるみたいな、あカウントダウンも人増えるからね、そうカウントダウンも増えるから、もうこの空いてるところ、はあ、ここを目がけて、そういうやり方があるのね、はい、夜行バスで行って楽しんできて、はあ、もう東京もついでに観光して、また夜行バスで帰ってくるみたいな、もうその合間を縫って何年間かは行ってましたね、友達として。俺らあの新婚旅行で行った時は、うん、わざと梅雨に行った、うん、梅雨の時期って雨降るから客少ないやろ、うんうん、で梅雨の時期に行って本当に雨降ってきて、うん、あのカッパ着ながらあ、まあ、濡れるやつとかもあるから、そうそうそう、カッパ着ててもね、カッパ着ながらアトラクション乗ったり、うん、止まったアトラクションが動くまで待ってるとか、うん、なんか違う待ち方ですね、なんか違う待ち時間多いから待つんじゃなくて、うん、そうそんなことやってましたよね、はい、なるほど、はい、そのね、あのミッキーマウスの誕生日が今日だということで、はい、皆さんぜひ、ミニーもですよ、いや、そうです、そうです、うん、一緒にね、あのスクリーンデビューしてますからね、はい、ミッキーとミニーの誕生日を今日はお祝いしてあげてください。はい、はい、以上です。はい、ということで今日のですね、このプレゼンありかなしかを、今日は18日ですよね、うん、
来週は何の日ですか？ドラゴン映画祭の日。そうなんですね、はい、ということで1週間前なので、はい、まあ、直前ですけれどもまたドラゴン映画祭のお話をしたいと思います。はい、あの今までいろんなことを説明してきました。あのこんな作品あるよって22作品ね、はい、厳選した22作品の説明もしましたし、はい、ジャンルはこんなあって、そうジャンル多いよねもう結構俺自分でつけてて楽しかったんですけど、はい、でね、あのいろんなね、あのそのこのライブ音楽ライブこんな人来ますよとかね、はい、パフォーマンスありますよとか、うん、いろんなことをお話してきました。そしてチケットがなんと4000円なのにこのチラシ持ってきてくれたら、500円安くなるよとかね、あのいろんなお話させていただきました、ね。今日はですね、なんとですね、もっとすごいのがあるんですよ。あります。あるんですよ、あります、ね、あのみんな 今皆さんはあの公式サイトでしか時間割というか、はい、そのどの作品が何時からどこでやってるっていうのは見れなかったりするわけですよね。でこれで見てって、じゃあ この時間はここでどうなってんねやろうみたいなのが、一目で見れるパンフレットがですね、お手元でね、あの印刷されたやつですよ。これがなんと当日手に入ります、はい、手に入ります。で、あの用意してるんです。でもね、限定なんです、1日限定100人まで、はい、で2日で200人っていう形なんです、はい、で、これを手に入れてもらうのがなんと特製ステッカー500円を買っていただいた方だけにお渡しするという、まあ、セットになってる、はい、そうなんですよね、はい、はい、いう形なので、ぜひ、あ、まあ、なんかちょっと手元になんか残すやつ欲しいなとかいう方も含めて、うんうん、ぜひこのステッカー500円をね、買っていただいて、はい、お渡しするという形で、まあ、映画といえばパンフレット、ね、まあそうですよ、見に行ったら皆さんパンフレットを買うと思います、ね、はい、それ500円 でしかもね、それにね、あの見た映画のところに監督とか出演者の人とかサインしてもらえたら最高じゃないですか、うん、いい記念になりますので、はい、はい、ぜひ、当日お買い求めください、はい、ただしこれも急がないと、そう100人ですよ、100人で終わりますから、うん、はい、はい、とにかくたくさんの人来られますんでね、はい、はい、早めに来て早めに、手に入れていただきたいと思います。はい、はい、そして、はい、はい、もう一つは龍二の展示がありまして、龍二、はい、の展示ね、はい、そうそう、最初ね3階でやる言ってたんですよ、うん、あの上映スペースの横でやりますよって言ってたんですけど、はい、でもそれだとね、お話ができないんですよ、うん、はい、狭いんです、狭いしね、狭いです、ね、はい、なので5階に上がりました。5階に上がりました。はい、2階上がりました。で5階は何にも他やってないんで、はい、広いです、広いです、めちゃんこ広いです、はい、広くて、喋れます、はい、で、あの龍二の上映やってない時はひょっとしたら川島監督も行ってるかもしれないし、はい、いろんな話聞けるかもしれない、ね、あの直接川島監督にお話聞けるかもしれないし、あとこの展示をやってる担当の方がいるんですけど、はい、この人も非常に詳しいので、はい、これが何とかっていうことも全部喋ってくれる、ね、コレクションされてる方なので、そうなんですよ、コレクターの方も、はい、はい、もうより龍二の世界にどっぷり浸っていただけるという感じになりました、うん、はい、はい、なので、ぜひですね、龍二をめがけて来られる方は見た後トークショーを聞いて5回上がって、うん、展示を見ていただくというふうに、なりましたので、ぜひそうしてみてくださいということですね、はい、はい、はい、そして、うん、25日の上映後、終了後、いや、夜ですね、夜です、はい、ちょっと時間がね、確定まだしてないんですけど、だいたい多分7時8時ぐらいからかな、そうです、はい、なんですけど、上映はしてます、ね、はい、上映はまだやってるんですけども、うん、なんと中打ち上げをやろうと、はい、はい、はい、2階にあるネパール料理のカトマンズカフェっていうのがあるんですけど、うん、ここで一応ね、飲み放題食べ放題、うん、飲み食べ放題で2500円から3000円ぐらい、うん、なんでぐらいかっていうと人数によって変わりますみたいな話があって、はい、たくさん来たら安くできるみたいな話なんですけど、とりあえず、まだ確定してないんで2500円から3000円ぐらい握りしめてきていただければ、もうそこにいる関係者と一緒に、はい、飲んで食べて楽しくいろんな会話ができる、一般の方も、一般の方 OK です、はい、はい、OK なんで、はい、ぜひ参加していただいてみんなで一緒にね、盛り上がりたいなと
思っております。25日です、はい、25日です、はい、26はね撤収しないといけないんでお片付けします。そうなんです、はい、だから26はないんですけど、はい、25はやりますんで、はい、ぜひ25に、お集まりいただきたいなと思います、はい、これ予約とかではないんですけど、あのまあ早めに来ていただいた方がいいかなって、うん、はい、感じです。はい、はい、お願いいたします。はい、はい、そんな感じでしょうか。はい、はい、まあ、とにかくね、うん、めちゃめちゃ盛り上がってますし、あと1週間ですからね。はい、もう1週間だね。びっくりやんね、うん、もうこれやるよ言うてもう1年以上経つんですけど、うん、そうなんですよ。あの去年のドラゴン映画祭が 9月やったかな、うん、9月ね、9月にやったんですけど、そう9月にやってで終わってからもう来年もやろうっていう話にはなったんですけど、どこでするかっていうことでちょっといろいろあってね、でここに決まって、うん、でやるぞってなってっていうところからね、あっという間ですね、もう本当に、うん、いやいや、ぜひたくさんの方に来ていただいて、うん、映画をね楽しんでいただきたいなと思いますんで、はい、来週はあるんですこの番組来週もやってます。25日もありますよ、はい、番組はね、番組やってます。だから番組は言ったって30分で終わりますから、うん、映画祭の合間にも見れるし、はい、うん、別に映画祭終わってから見てもらってもいいんですけど、はい、全然大丈夫なんですけど、でも、ドラゴン映画祭です25日は、はい、はい、ぜひドラゴン映画祭来ていただきたいと思いますし、本当にちゃんと入ろうと思ったら予約した方がいいので、はい、もう予約締め切ってるのが1週間前。いや、ひょっとしたらね、僕らこれ収録してるのはまだだいぶ前に言ってるんで、うん、わかんないですけど、ひょっとしたら25とか26とかどっちかがもう締め切られちゃってる可能性はね、うん、ありますけども、はい、まずはちょっとサイトで確認していただいて、はい、はい、ぜひ、ご予約いただいて来ていただきたいと思います。はい、はい、ということで今日は、ドラゴン映画祭2023ラストドラゴン映画祭ですからね、はい、もうやりませんので、はい、最後のドラゴン映画祭とかなんとか言ってね、トラゴン映画祭とかやります笑ってください、その時は、はい、ということで、今日はドラゴン映画祭のお話をさせていただきました。ありがとうございました。はい、ということで次、あゆみ。はい、はい、お店の情報です、はい、本日ですね、土日ランチ行います。11時からオープンしまして、15時までの時間でオープンしております。土日ランチ18、19で、2000円のコースランチを、はい、各6名様限定でご提供させていただきますので、ぜひお越しください。メニューのご紹介をさせていただきますね、うん、はい、食前のお飲み物、小さな前菜サラダ、きのこのリゾット、白身魚のソテー、アンチョビバターソース、チキンのトマト煮込み、フルーツヨーグルト、コーヒー、パン、といったメニューとなっております。はい、これヤフルコースで出てきますので、はい、ぜひぜひ。2000円で、そう、めっちゃお得でしょ。安ない？お肉も、ね、魚もついて、いや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 、安すぎるやん、はい、うん、原価ぐらいちゃうって言いたくなるよね、うん、はいはいはい、ぜひぜひね、ちょっとね、いつもと違う特別なランチをね、うん、味わいに来てもらいたいなと思ってます、はい、18、19の11時から15時の間になっておりますので、はい、お待ちくださいませ、うん、これね、来年からやろうかなと思って。なるほどなるほど、土日ランチをちょっとできるときずっと、はいはいはい、うん、まあ、それもちょっと先だけど、なるほどなるほど、ちょっとね、皆さんにちょっと楽しんでいただいて、そう、はい、休めにちょっと、はい、来年から値段が上がるということですね。じゃあ、まあ、その時々に変わる、食材によって変わる、1500円ぐらいから、まあ、高くても2500円までかな。すごいな、はい、まあね、できることは限られてるんで、うん、まあまあそうですね、そうです、はい、めっちゃ楽しみ、はい、はい、はい、そして11月28、29、30で着ぐるみグレードの上映になります、はい、はい、お時間が19時開始で料金が1500円、はい、
となっております、はい、ぜひぜひ皆様お越しください、はい、また少しお話ししますので。これがあれなんですよね、あの、一つぼっちの一人まさんの、そうです、一人まさんの監督の、はいはい、作品となっております、はいはい、そして12月に入ります。12月が野村雄二監督の背伸びの猫です、はい、はい、こちら12月1日から11日で5日の日は定休日となります。はい、平日は19時30分、土日は13時と16時と19時の、上映となっております。料金1500円プラスワンオーダー制となっております。本当にね、この映像が素敵な作品となっております。はい、猫ちゃんもいっぱいです、なんかちょっとね、不思議な作品です、うん、ストーリー的には、うんうんうん、はい、未来、過去、そして今が切なくて美しい、ヒューマンコメディーとなります。はい、ぜひぜひ皆様、ご覧ください、はいはい、そして12月の13から17日でファーストミッション、はい、こちらアクション映画となります、はい、コロナをね、ね、コロナ禍になってコロナとの対峙をする、はい、アクション、そういうの、コロナをやっつけるみたいな感じのスカッとしたアクションになっておりますので、はい、これ、あの、俺楽しみなのが、この主演の女の人とね、あ、はい、あの、あれなんですよね、あの、映画泥棒に出てた、映画泥棒、早手さんが出てるんだ、早手さんの方だった、はい、なるほど、映画泥棒に出てます、なるほど、そうだ、はい、ぜひぜひご覧くださいなと思いますので、はい、いたします、はい、そして12月20日から25日で西北ショパン、うん、はい、クリスマスのね、はい、西北ショパンを楽しんでもらおうかなと思いますので、ね、ぜひお越しください、はいはい、12月20日から25日まで西北ショパンです、はい、はい、こちらクリスマスにね、はい、ゆっくりと西北ショパンを楽しんでもらおうかなと思っております、うんうん、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となります、はい、こちらね、舞台挨拶アフタートークもございますので、クリスマスもね、十分楽しんでほしいなと思います。ちなみにあれなんですね、ほんまに役者さんが弾いてるんですよ。あ、ですよ ね、うん、ね、いや、あの、だから普通に吹き替えとか、うん、なんか、あの、別の人が弾いてるのを手元だけとかね、 あったりとかするじゃないですか、うんうんうん、違う、本当に役者さんが本当に弾いてるんですよ、ね、うん、すごいすごいですよ、ぜひぜひ、はい、ご覧ください、よろしくお願いします、はい、そして来年のお話ですが、はいはい、1月20日土曜日がラクザのライブとなっております。はい、今回はね、なんと趣向を凝らしたコスプレライブになります、はい、そんなことやってるの、はい、ラクザのお二人が何かしら起きます。そしてお客さんもそれに合わせたコスチュームを貸し出ししますので、来てもらって、全部一体になって楽しみましょう。絶対無理やんけ俺。同じ日にイベントやってるやんけ俺。はい、あ、そうです、はい、はい、終わってからと、いや、はい、打ち上げやっとるからこっちも、うん、はいはい、となりますので、はい、ぜひぜひ皆様、ね、はい、お楽しみください、はい、お願いいたします、はい、はい、以上です、はい、はい、では行きますよ、今日のグッショー、はい、ブレードです、はい、ソイジマックス、あの、はい、ソイジマックスってね、うん、あの、YouTuber もやってるんですよね、そうそう、うん、その YouTuber の名前がソイジマックスで、もともと役者さんだったんですけど、まあ、あの、役者さんやりながら本書いて映画撮ったりとかもずっとやってて、うん、っていう感じなんですよね。でそんな流れで、一つぼっちの、はい、監督もされたんですけど、うん、さあ今回は、はい、着ぐるみブレードというか、はい、着ぐるみムーと僕物語っていう、ね、うん、サブタイトルがついてます、はい、はい、うん、あらすじでいきますね、はい、もしかしたら日本のどこかで平凡な中学生生活を過ごす少年、うん、かける、やって突然ヤクザに拉致されてしまう、うん、深い山で、うん、深い山で着ぐるみを着たムーに助けられた、うん、なぜムーが私を救ってくれたのか、なぜヤクザが私を拉致したのですか、カケルにはそれは分かりません。ムーは青いメルセデスに乗って少年を町で連れて行きます、うん、彼らはこの町で、真実と運命を見つけることになる日本初のファンタジックなハードコアアクション映画ですかね、うん、
ていうえこれ最後質問最後質問ってなってます。はい、なんかね、へんてこ無国籍アクション活劇映画です。あ、なるほどね。はい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 、なんでやそうやってな感じで、まあまあまあ、うん、ね、いろんなやつ、いろんな要素が、ね、はい、はい、ね、でここでね、一つぼっちの時にね、三村さんが、ね、あ、はいはい、岡田彩子ね、やってた、はい、次の作品は血まみれになりますって言ってたんで、はい、このことやと思って、なるほど、はい、三村さんも出演されております。はい、ぜひぜひ見てほしいアクション、うん、無国籍アクション映画、うん、ハードコアアクションどんなアクションなんでしょうねでもね、着ぐるみムーのとかね、はい、ちょっとチャチい感じの着ぐるみで可愛いんですよ、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、はいはい、チラシを、うん、はい、なるほど、はい、まああれですよね、副島監督ついこの間も、うん、僕がの知り合いが出てる、舞台に、ね、ね、すごいアクションがもう超満載 の、うん、舞台の演出をされてたみたいなので、そういうなんか舞台演出もやったんですね、うんうん、まあ、いろんなことやってる、まあ、役者さんなんで楽しみだなっていう感じですね。はい、ぜひぜひ、うん、11月28日火曜日から30日木曜日まで、はい、19時から開始になりますので、はい、ぜひお越しください。1500円で見れます。うん、はい、はい、お願いいたします。はい、楽しみです。はい、はいはい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、エンディングなんですが、ね、時間たっぷりあるんですよ、エンディング今日、ね、はい、めちゃめちゃたっぷりあります。いや、来週もうあと1週間ですよ。でも1週間ね、ちなみに皆さん場所分かってます？知ってますか場所スペースハウスっていう場所なんですけど、ね、一番近いのが、地下鉄の動物園前駅の、4番出口上がって、道渡ってで南に下るっていう感じなんですけど、でもう一つは大阪環状線の 新今宮駅の東口改札を出て、改札出て右に行きます。通天閣と反対の方行きます。で、そこに交差点、大きい交差点が大使の交差点というのがあるんですけど、そのまま渡って歩いて3分で着きます。うん、めちゃめちゃ近い。めちゃめちゃ近いです。もう本当に駅のすぐそばなんで。はい、で、歩いて行ったら右手に宮本むなしってほらね、定食屋さんがあって、でその隣に警察署がある、交番があるんですよ。で交番があってその隣です。もう本当わかりやすい。はい、何かあったらすぐ警察が駆けつけてくれるような安全なところですはい、分かりやすいところにありますので、ぜひ、皆さん25日、まあ、24の、はい、お昼から、うん、前夜祭があって、前夜祭に関しては入場は無料、はい、で映画の上映をやってる時に映画を見るのは一応、まあ、料金が発生するんですけど、だからまああれですよね、カバーは1500円、トモルもやってます、トモル4時からやってますけど、はい、トモルは1000円で見れます。であとうんちから土へっていうね、小杉君のやつもあれも1000円、はい、っていう形になってますんで、まあ、ぜひぜひそっちもね、見に来ていただければなと思いますけど、まあ、24日があり25、26はこのチケット買っていただいてっていう形になりますんで、その代わり22作品ね、厳選された22作品が、まあ、見たいだけ見れますんで、はい、ぜひ、まあ、しかも音楽のライブもあり、はい、盛りだくさんも、ね、そのラクザも、うん、ラクザのライブ3500円の中で見れますからね、はい、うん、すごいよ、子供ものも楽しめて、ね、うん、はい、ラクザのライブだけで3500円払ってもおかしくない、うん、まあ、それぐらいのもんでございますので、はい、ぜひぜひ楽しみに来ていただければなと思ってます。まだ予約できるはずなんで、予約して来ていただければなと思います。はい、
当日来て当日いっぱい過ぎてアウトの場合もありますからね、はい、なのでぜひ予約を先にしておいてください、はい、という感じですね、はい、もう喉の調子は大丈夫ですか、はい、じゃあ坂部さんの喉の調子が良くなったみたいなんで、今日はこれで終わりたいと思いますはい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。はい、さあまた来週は新マニアでね。